アリエル・ドンバール・アリエル・ドンバールは、アメリカ合衆国コネチカット州出身の女優、歌手。フランス語と、スペイン語を流暢に話し、主に、フランス映画で活躍している。レディブルー愛欲では、脚本、監督もこなす。絹織物の起業家人員、ルイス・メルヒオール・サナリーでフローマナ・トールを父に、フランシオン・ガロー・ドンバールを母に、次女として生まれる。母方の祖父モーリス・ガロー・ドンバールは、 1943年から1946年まで、フランスの中メキシコ特命全権大使を務めた人物で、シャルル・ド・ゴールと親しかった。母方の祖母、ジェルメーヌ・マセットは作家であり、ラビンド・ラ・ナート・タ・ゴールの作品をフランス語に翻訳して紹介した人物である。祖母は、レイ・ブラッド・ベリ、ポール・クローデル、オクタビオ・パス、ルフィーヌ・タマヨといった多くの芸術家たちと、 こういう関係にあった。母が若くして亡くなったため、母方の祖父母の元メキシコで育った。1976年、フランスへ渡り、コンセルバトアールで歌唱と踊りを学んだ。エリック・ロメールの海辺のポーリーヌなどに出演して人気を博す。1993年、フランス人哲学者、作家のベルナール・アンリ・レビと結婚した。2000年代は歌手活動が順調で、 オペラとダンスミュージックをクロスオーバーさせた一作目のアルバムがヒットした。その後、自らのルーツでもあるラテン音楽にチャレンジした三作目のアルバムは世界的なヒットを記録した。近年はクラシックとラテンのアルバムを交互にリリースしている。2007年、クレイジー・ホース・キャバレーの舞台に立ち賞を講演。レジオン・ドヌールを受賞。フー・エスフー・イン・フランス・イチリエ・デシオン。 1953から 1954http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルスラッシュエンターテインメントスラッシュミュージックスラッシュ2188995スラッシュ1382283ありがとうございます。